以前さ、うちの視聴者層は男性9割、女性1割って言ってたじゃん。実際ね、ここ最近、まあ、アークとかドウモリとかやってて、女性増えてたんだよ。女性増えてて、だいたい男性7、女性3ぐらいになってたんだよ、みんな。なんだけど、みんな知ってる？遊戯を始めてからのね、僕のこの視聴者層の男性女性比率、今何割か知ってますか？増えたんだよ、アークとドウモリのおかげで。正解はね、今ね、男性 99.1% と女性 0.9%。 やばくない？もう返して、みんな、僕の可愛い女の子リスナーを返して。どこ行ったんだよ、返して。まあでも今楽しいからね、しょうがない。やっぱ楽しさとその女の子っていうのはあれなんだね、天秤なんだ、天秤と同じなんだろうな、きっと。何かを犠牲にしなきゃね、楽しいものは得られないんだよ。僕はね、女の子を大事にしなきゃいけなかったはずなのに、今じゃ遊戯王が好きなおっさんしかいなくなっちゃった。みんなよろしくな、よろしくな。これからも仮に女の子がいたとしたら、優しくしてあげろよ。じゃ、ぶっちゃけだよ、ぶっちゃけね、うちは女性が少ないって言ってた時期でも、それでも1割2割はいたんだよ。1割2割いたのに、もういないんだよ。あの子たちはどこに行ったの？あの子たちは男性女性関係ないんだって僕は気づいたんだ。大事なのはね、その誰でもいいの、誰でもいいから、一人でもね、多くの人にその楽しんでもらうことがね、何よりも大事なんだなって僕は思った。せめてゲームの中だけでも女の子とイチャイチャしよう、それがいい。うん、女性 0.9%、 女性 0.9%、 0.9%。 この声が届く限りは届くだと。届く未来が、こんな色に輝く。